パソナグループパソナ株式会社パソナは東京都千代田区丸の内に本社を置く人材、派遣事業などを展開している企業。パソナグループの完全子会社であり、同グループの中核企業である日本人材派遣協会会員。2020年8月31日に本社の主要機能を兵庫県の淡路島に移す方針を明らかにした。淡路島の西岸にテーマパーク。 二次元の森、ゴジラのミュージアム、ハローキティレストランなどを開設している。大阪府八尾市から受託した市民か窓口業務に携わっていたパソナの男性社員が市民か窓口業務で使用しているレジにあらかじめ過少に件数を入力操作し、その過少相当分の申請書をチェック日まで別途保管した上で、レジから当該相当分の現金を着服し、 市に提出する日報においても不正捜査後の金額を記載する手口で2017年10月から2019年9月までの間約400回にわたり1422万2850円を着服していた。2019年9月中旬、レジ生産作業にて数万円の不足が判明し、男性社員に事情を聞いて不正が発覚した。パソナは 当該社員を懲戒解雇とした上で市に全額を弁済したが、八尾市は2019年10月8日付にて、契約違反により2ヶ月の入札参加停止の措置とした。2019年新型コロナウイルス感染症の流行に伴う、経済産業省外局中小企業庁による持続化給付金事業をサービスデザイン推進協議会が受託し、 同競技会から電通に再委託していた。電通から、電通ライブ、電通テック、電通国際情報サービス、電通デジタル、電通東日本などに再々委託し、さらに、電通ライブからはパソナ、大日本印刷、トランスコスモスなどに再々委託していた。これは、キャッシュレスポイント還元事業におけるキャッシュレス、推進競技会を媒介にした構図と同じであり、 ここでもパソナは再々受託の関係にある。この過程で、電通本体、及び電通グループし、会社6社で少なくとも154億円余りの緊急支援的意味合いのある公金内資税金が大規模に中抜きされていたことが報じられているが、パソナへの外注費などは明らかになっていない。ありがとうございます。